オーボです。オーバランチャンネルへようこそ。サンセットが綺麗な時間にジョギングをしております。今日は10キロぐらいですね。心拍数を130前後に抑えて、なるべくゆっくりとキロ5分半から50秒ぐらいの間ですかね。今日はですね、こちらズン、私のミズノウェーブリベリオンプロ初代ですね。もう2が出ていますけれども、この初代をですね履いて走りました。今までまだ200キロぐらいしか走ってないんですよ。ホノルルマラソンに向けてこれを購入して、で準備としてハーフマラソン1回と、そしてガシ釣り大激鎮ホノルルマラソンを走って、でその後ですね、フォーム改善に取り組む中でなかなかスピードを出して練習、まあ当然レースにも出ていませんし、まあ練習していく中であまりこれを履いて走る機会がなかったので、まだね、まだ全然走ってないんですよ。なのでめちゃめちゃピンピン元気なんですけれども、こちらを今最近履いてですね、ぼちぼち、もうあとレース6月2日千歳ジャル国際マラソンまでですね、あと2ヶ月しかないので、もう今上げております。今月もおそらく300キロ近く走ることになると思うんですけれども、最近はようやくですね、フォーム改善の、まあ、決着というか、まあ、結論というかが、まあ、ついたんではないかなということで、まあ、そちらの方はね、また新たに違う動画にして、私のフォーム改善の状況、そして結局どうするのか大場というようなところですね、そちらの動画でご紹介したいと思うんですけれども、今日はですねこちらウェーブリベリオンプロの200キロ動画、200キロ走ってどうなんだということなんですけれども、まあ当然アッパーだの、ミッドソールだの、アウトソールだの、まあ、全然ピンピンしてます。ただ私がフォーム改善で取り組んでいるかかと気味着地の、まあ、影響もあってか、ここですね、一番この分厚い部分、この一番分厚い部分のアウトソールがやっぱり一番もげてるこれね。でいつも私が以前からずっと着地してる部分はここなんですけども、ここは全然ピンピンしていますので、このウェーブリベリオンプロはですね、この一番分厚い部分がかかと気味着地にするとですね、ちょうどここに当たるんですね。なのでここを思いっきり踏みつけるように、ぐにょっと、ここをぐにょっとね、踏みつけるような感じでコロンといくような意識で今までずっと走っています。昨日はですね、8キロレースペース以上、キロ4分半からスタートして、後半はキロ4分10秒ぐらいまで上げることができて、それぐらいのペースになるとね、気持ちよくポンポン走れるんですよね。今日みたいなジョグ、キロ6分、キロ5分半とかいうね、ジョグですと、ちょっとこれはね、走りにくさは感じますね。まあ、慣れてないだけかもしれないんですけれども、やっぱりキロ4分から4分半ぐらいで走られる方、ぐらいですとこれがちょうどいいのかな、なんていうふうに考えています。私は3時間10分切りを目指していますので、だいたいレースペースがキロ4分半、4分25ぐらいで巡行できるのが一番いいかなというような形で、今私はトレーニングしているんですけども、このトレーニングはもう3年ぐらいね、3時間10分切りたいと言いながら大激鎮をしてホノルルマラソンで、ただ今年は6月に涼しい北海道で千歳ジャル国際マラソン走ります。当然このシューズでね、走ろうと思っているんですけれども、一つ問題があって、それがこれですね、このグランドキャニオン、このグランドキャニオンがですね、これ千歳のレースは 70% が不整地だって言うんですね。で当然不整地走るときは、まあ、大きめの木だったり石だったりっていうのがね、あると思います。ただ、そんなにトレイルみたいな感じじゃないと思うんですけれども、でも、ここにね、挟まっちゃうんじゃないかなと。それを心配してます。このね、フォームの硬さ自体はね、不整地でも対応できるとは思うんですけれども、もしかしたら、この厚底はやめといた方がいいのかもしれないんですけれども、その辺ちょっとね、JAL 千歳、走られた方、アドバイスがあったらぜひいただきたいんですけれども、この厚底で行っていいものかと、もしくはノバブラスト4ぐらいで行った方がいいのかなと
あとはこのグランドキャニオン、このグランドキャニオンに石が挟まってストーンコレクターになっちゃうんじゃないかなというような心配もしています。ですのでそれがなければ当然こちらで走っていい記録をこの水野のシューズにプレゼントしたいなと、前回のホノルルマラソンのリベンジを果たしたいなっていうふうに思っているんですけれども、そちらのレースとの相性っていうのがありますので、その辺どうかなっていうのはこれからもね、もうちょっと考えながらアドバイスをいろいろいただきながらですね、引き続き考えていきたいと思います。前回動画でご覧になった方々ありがとうございました。駅伝をですね走りまして、駅伝は5キロですね、5キロ全力で走ったんですけども、あれもアップダウンのあるね厳しいコースだったんですけれども、まあキロ4分切って走れればいいかなと思ってたんですけども、まあ平均ペースでいくとキロ4分2秒っていうね、5キロ換算でいくと20分10秒っていうね、それぐらいのペースで、まあ、5キロ20分切れなかったんですけれども、まあそれでもあのダイヤモンドヘッドありの中 5.45 キロですね、よくあれだけ走れたなと。で、あの時はですねメタスピードスカイプラスを履いたんですよ。やっぱりメタスピードスカイプラスは5キロのレースでは全然対応して、まあ軽くもあり、そしてカピオラニパークの芝生をね走らないといけないので、多分ほぼ1キロぐらいあると思うんですけども、あの芝生の区間が、ですのでそれもあってね、あんまりこうこの厚底で不安定な中で行かない方がいいかなと。だったらもうちょっと安定しているメタスピードスカイプラス S4 と迷ったんですけども、そこはちょっとね最近レースで走っていないのでメタスピードスカイプラス走ってみるかというような感じでメタスピードスカイプラス履いたんですけれども、まあ結果的に全然普通に走れて、で私の動画フォームをね友人に撮ってもらった動画でフォームを見てみると、全然普通にフォアフット着地してますよね。もうね必死でフォームどころじゃなく、やっぱり意識をしないとフォームは昔に戻ってしまう感じで、もう全然普通にフォアフットでガンガン攻めてましたね。まあただあれが果たして本当に悪い着地なのかっていうのはね、あれが私にとっては自然の着地で、実はあれがいいのかもしれませんし、まだ本当にねちょっとこの3ヶ月間フォーム改善に取り組んできたこの結果っていうのが、これだっていうのがまだね実は出ていないので、まあそれも含めて次回の動画ではフォーム改善のアップデート、そして結論出るのか出ないのか、そちらの方もですね、まあアップデートしていきたいと思いますので、次回の動画をお楽しみに。今日はこのウェーブリベリオンプロの200キロアップデート、全然問題ありません、まだ新品そのものですというような感じでお届けいたしました。ということで、また、それでは。